こんにちは、イルカです。2人でゆったり寝られるような、まあ寝返るっても邪魔にならへんような、車中泊ができるようなキャンピングカーが欲しいなと前から思ってたんですが、その専用のですねキャンピングカーなんてそんな買うような余裕ないんで、旅行行く時だけですね、この軽トラの荷台にこの箱をですね、これキャンピングシェルっていうんですけど、それを乗せて荷物として積んでいけるようにしたら、そしたらこれ普段は軽トラは普通に軽トラとして使えますんで、まあどう考えても自分にとってはそれが一番いいかなと思って、まあこれただの箱なんですけれども、そう考えてこれ作りました。まだ中身っていうか内装は全然やってなくて、ただの箱なんですけれども、あの作り方ですね、あの柱とか針とか、筋交いとかですね、そういう構造的なも全然使わんと、ほとんどスタイロフォームだけでですね、まあ軽量化にとことんこだわって、そういうちょっと変わった作り方しました。できるだけ分かりやすく記録しましたんで、よろしかったらお付き合いください。ですね、これ全部で重さ130キロぐらいなんですよ。でこれは、まあ、まだ外側だけなんですけれどもね、それでもねかなり軽いと思いますね。これ手で動くしね、持ち上げようと思ったら、このバンクいうて、この運転席の上にですね、あのトラック の, あのキャビンの上に張り出す部分ですね、これも90センチ取ってますんで、結構大きい割には軽いと思ってます。あの外側表面はこの厚さ1ミリの塩ビシート、この硬質塩ビシートです、硬質塩化ビニールの塩ビシートですが、このふにゃふにゃのやつですね、これ外側表面も、壁も天井も床もですね、全部、それで覆ったんですけれども、これもあの、全然塗装もせんでも綺麗やし、これええなと思って使ったんです。それからあの内側ですね、 内壁はこのたったの厚さ 2.4 ミリのペラペラのベニヤですね、ほとんどそれだけで、あと中身は全部スタイロフォームで作りました。しかも構造材としての柱もあの針もあるいは筋交いも何もないと、ほとんどこのスタイロフォームですね、この軽いやつで、これだけで作ったということです。まあそれはね、あの外枠になるこの3センチ角の細い木はありますけれども、これはネジ止めするためだけに、外枠として使いましたけども、ほとんど全部スタイロフォームで作ってます。このスタイロフォームですけどね、発泡スチロールみたいに軽いこんな断熱材にしか使えへんと思わはるかもしれませんけれども、これがね意外と強いんです。それはね、ロケットストーブのあのセメントの型枠作った時に思いましたね。割とこれ強いなと、この、 あの面全体に対する圧力に強いんですよ。押さえたりしたらこれそらへっこむけども、こう全体を押さえても全然びくともせへんと。あのこれ畳の中に入ってたりもしますし、それからコンクリートのかさ上げとか、それから大規模な例で言えば高速道路 の, あの盛り土のかさ上げれたりもしてます。圧縮にはめっぽう強いと。それでこれ単なる断熱材じゃなくてですね、構造材として使ったわけです。まあこれね、あの表面以外はほとんど全部中身スタイロフォームです。でスタイロフォームをあのスタイロフォームをこのベニヤと塩ビシートでサンドイッチして作ったということです。くっつける接着剤はですね、このシリコンシーラント、そんなんでどうもないんかって、走っててバラバラになるんちゃうかい、ちゃうかいなと普通思いますね。もちろん私は大丈夫と信じてるんですけれども、まだ自信満々というわけではないんです。これはね、多分ちょっとした冒険なんやとも言いますけれども、どうしてもこの方法でやってみたかったんです。とりあえずまだね、マネせんといてくれ、そんなん言わんでもあの誰もやらへんとは思いますけれども、まあ1ヶ月以内にですね、いろいろ
いろんなとここれ乗せてですね、走って走行テストとかやっていきたいと思いますんで、それ正直にちゃんとレポートしますんで、それ見てからもしやらはんやったらという感じです。まあね、失敗したりえらいことになったら全部正直にレポートしますんで、その結果見てからね、また検討していただいたらと思いますけれども、これはね結構実用になるんちゃうかと私自身は期待してるんですが、まあそらもしかしたら壮大な失敗作になるかもしれません。私は何も YouTube 注文は、まあ、完璧な100点満点の完成度の高い非の打ちようのないもんを発表しなあかんもんやとは考えていません。まあね、不完全で突っ込みどころ満載のもんでも、何か冒険的な要素のあるようなその面白いもんやったら、それはどんどん発表していけばいいと思いますね。その上で皆さんのご意見を伺えばええと、そういうふうに思ってます。まあアイデアとしてはね、面白い、なんか興味深いと思ってもらえるような内容であれば、動画に価値は十分あると思います。まあたとえね、具合の悪いもんでも、それは世の中に悪影響を与えるというようなもんではなくてですね、まあ、そこは正確にありのままを記録すれば、それは悪い見本としての価値ぐらいはですね、最低限あると思います。まあ実際これですね、作ったところからここまで運ぶときに、ジャッキベースでこの荷台の上に上げたんですけれども、その時ジャッキベース倒れたりして ものすごい危ないことをやってます。それとかですね、雨漏り、土砂降りの雨に遭いまして雨漏りしたこともあるし、まあ、そういうことも、まあ、修理の仕方、対応の仕方も全部含めてですね、正直に全部レポートしてます。まあ、そういうことはね、大事なことやと思いますね。えらい、まあ、失敗した時の予防線ばっかり張ってるみたいなんですけれども、私の動画大体そういう傾向がありまして、まあ、この内容をそのままやらはる人もやらへんとは思いますけれども、私の動画の内容というのはあくまで叩き台ですので、まあ、これを出しにしてですね、ご覧になる方はいろいろなそれぞれの方がですね、アイデアでアレンジしていただければ、まあ、つまり実際に使はる人により良いものにしていく、いただければですね、それに越したことはないと思います。そしてまたですね、こんなん作ったよという形で、コメントでお寄せいただければ、この動画ページの内容も深まっていくと思います。例によってツッコミのコメントもね、大歓迎しておりますので、反論するかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。例えばこれはバンク部分の上の棚、こうやったらバンク部分を室内で寝られるようにするバンクベッドにする延長する棚なんですけれども、まあ、この棚の上で人が寝られるようにするわけ、まあ、両側だけで全体重を支えなきゃいけませんので、他の部分よりですね、結構丈夫に作ってますんで、これ大きさの割に重いんですけれども、それでもですね、これまあ重さ6.8 キロ片手で掴んで持てるという重さですね。両側は 2.4 ミリのベニヤ、真ん中はスタイルフォーム、それから枠の木は 40mm×30mm の角材を使っています。それから真ん中にも1本この角材追加で入れてますね。普通は真ん中には入れないんですが、これ体重支えるんで入れてあります。まあ、これちょっと乗ってみましょうか。これまあ、これちょっと乗ってみますわ。まあ最初ちょっと真ん中、この真ん中にね乗っかんのはちょっと怖い。私体重67、8キロですね。こんな感じで寝る、こう寝転がってもこれ多分反ってないですよね。それから一番端っこのところに、ここに一番端っこのところに全体重かけても、この端っこに座ってね、ちょっと怖いけど、まあ反ってないと思います。ほとんど大丈夫と思います。このバンク部分の厚みはこの向こうも含めて4センチで作ってますけども、壁やら天井やら床やら全部3センチの厚みで作ってます。そやし、この大きい天井も壁も全部20キロそこそこの重さなんで、全部一人で持てる重さです。先にまずそれぞれの面を作って、それを組み立てて箱にしたわけです。
普通キャンピング車というのはね、セオリーとしては家と同じように柱とか梁とかですね、あと斜めの筋交いとか、そういう、まあ、骨組みを先作ってですね、その骨組みに内壁やら外壁を張り合わせて、まあ、家と同じように作っていくのがセオリーだと思うんですけれども、これはもう全く違う。あの骨はもう全然なくて、もうそのバンクにも針も何も入れてない、いきなり面を全部作って、それを最後に貼り合わせたと、そういうことなんです。まあその作り方はちょっと、これから詳しく紹介していきますんで、ご覧ください。実際どうやってこれらの面を作ったかいうと、全部で9面あるんですが、まあドアも入れれば10面なんですけど、基本的に全部同じ方法で作りました。それでまあ一番最後に作ったこの今見てもらったバンクの延長の棚を例にとって説明します。これが一番作業慣れてて、一応ちゃんと動画も撮ってやるんで、これで説明します。まず大事なことですが、下の作業台が必要です。これは正確に作るために絶対必要なんです。12ミリの針葉樹ベニヤを何枚か重ねてます。まあ、1枚でもいいですけどね。これ丸椅子の上に乗せてます。丸椅子じゃなくて板2枚クロスさせて足にするペケ台とか、屋外の場合軽トラの荷台を利用するのもいいと思います。この場合作るものが小さいので1枚でいけますけど、壁とか天井とか大きいもの作るときは3枚いります。まず枠になる角材、これは切り口4センチ×3センチですけど、ノコギリで図面通りの長さに切って用意しておきます。でこれを台の角にきっちり合わせて、台の辺にもきっちり合わせて、25ミリのスリムビスを斜めに打って作業台に仮止めします。あんまり深く打ち込みすぎると位置が狂うんで、めり込まない程度に打ちます。その枠と直角の枠の角材も同様に仮止めします。つまりベニヤを利用して直角を作るわけです。こうすると結構正確にできます。枠と枠を65ミリのコーススレッドで固定します。各辺の長さが図面通りか確認しています。対角線の長さも同じかどうか確認しています。向こう側の枠が反っていないか、真ん中が膨れたりへこんだりしてへんか確認します。まあ大抵ちょっとは1ミリ2ミリですけど、木が反っていますね。ほんでそれを修正した状態で作業台に25ミリのビスで仮止めします。真ん中の補強材も65ミリのコーススレッドで固定します。他の面はこういう補強材は入れていません。周りの枠だけです。このバンクベッドの延長部分だけはもろに体重がかかるんで、丈夫にせんといかんので入れています。片面に貼る 2.4 ミリのベニヤをカッターで切ります。4ミリまでのベニヤやったら、まあカッターで切れます。はじめは軽く撫でるように刃を入れて、何度も切りながらだんだん力を入れていきます。いきなり力入れると変なとこへずれたりするので、必ずある程度深い切れ目になってから力入れます。カッターで切ると誤差がほとんど出ないです。ノコギリでいうあさり幅っていうんですか、あの切れ目の幅がゼロなんで、線の通り切ったらもうそれで OK なんで、誤差の出る余地があんまりないんです。もう一方の面も同じ大きさなので、今切った板を使って線を描いてこれも切っときます。スタイロフォームをカッターで切ります。これは一番丈夫に作る部分なんで、40ミリのスタイロフォームを使います。まっすぐ下に直角に切るために角材を定規にして切ります。カッターの刃は角材にぴったり当てられるように長めに出して、これも最初は撫でるように刃を入れて、ふわっと刃を入れてですね、だんだん強くしていきます。寸法を測って切っていきます。スタイロフォームはカッターで簡単に切れるので力が全然いらないです。切ったスタイロフォームを箱の中にはめ込みます。入りにくい時は M シートを靴べらのようにして押し込めば入ります。
これもカッターで切るんで誤差がほとんど出ないんで簡単にきっちりはめ込むことができます。2枚目のスタイルフォームも同じように切ってはめ込みます。これもきっちりはまりました。全体に貼る板はシリコンシーラントで接着します。もっと良質のボンドとかもあるとは思うんですが、予算の関係でシリコンシーラントやったら1本300円ぐらいであるんでこれにしました。サブログの板ですね、まあ畳1枚ぐらいの大きさの板貼るのに2本ほどもいるんです。この大きさでもですね片面1本ほど使います。このキャンピングシェル全体両面で結局50本ほども使う、そういう計算になるんで安ないとやってられへんし、一番安いシリコンシーラント使いました。シリコンシーラントを木の枠の部分やらスタイルフォームに塗っていきますが、ここで大事なことは薄く塗り広げるとうまくいかんのです。全くくっつかないで浮いたところがところどころにできてしまうのかなと思います。全体を強く圧着できればそういうことないのかもしれないんですけれども、この均等に圧着する方法っていうのは思いつかないですね。それでこのように周りの木の枠の部分に5ミリぐらいの太さで分厚く線を引くように出してですね、あとは10センチぐらいのメッシュ状に網状にですねスタイロフォームの上にも全体に出していきます。次に端の方からベニヤをかぶせます。まず端をきっちり合わせてずっとこう端から全体に板を下ろします。ちゃんと合わせたら真ん中から踏んで圧着していきます。十分圧着できたら25ミリのスリムビスで木枠の部分を留めていきます。壁の場合はタッカーで留めた部分もありました。はみ出したシリコンシーラントを拭き取って仮止めのスリムビスを外して裏返します。あとはこちらの面も全く同じようにシリコンシーラントを塗ってベニヤ板を貼ってビスで留めます。これ以外の面は表面が1ミリの塩ビシートなんで、それはネジ止めとかタッカーで留めたりせずに足で踏んで圧着するだけにしました。こんな風に木の枠にスタイロフォームをきっちりはめ込んでスタイロフォームの表と裏全体に接着剤としてシリコンシーラントを塗ってベニヤ板や塩ビシートでスタイロフォームをサンドイッチする、こういうのが各面の作り方です。まあいわばスタイロサンドイッチ工法です。そういう工法で作るんですが、全体の形を簡単に説明します。まあ、私の場合普通は図面書かずにですね行き当たりばったりで作るんですが、これは相当大規模な制作になってしまったんでさすがに書きました。まあ、書いたといっても製図とか CAD とか全然知らんので Excel のセルを1センチの方眼みたいにしてですね10分の1で図形として書きました。修正とかコピーとかできるんで手書きよりはずっと楽なんで、図面と言えるのかどうか分かりませんけど、まあ適当なスケッチあるいはメモですね、ど素人っていうか、まあ、製図の規則分かってなくて完全に自分ルールで書いてるんでよう分からんとこもあるかもしれませんけども、一応ダウンロードできるように Google ドライブに入れています。ダウンロードして Excel で見ていただければ図が表示されます。説明欄にアドレス貼っときます。あと私のチャンネルのコミュニティタブにも図を貼っておきます。あんまり参考にならんかもしれませんがよろしかったらご覧ください。全体的な形なんですけども、まあ、軽トラがこうあってこれ荷台ですね、ここのとこ荷台、大事なことは高さとこの高さとですね地面からの高さとそれから長さなんですね。でその高さと長さなんですが、高さは K の場合地面から 2.5 メートル、
これは2メートル48センチなんですけれども、これ法律で決まってるんでちゃんと守らなあかんのですけども、 2.5 メートルにしてもそれでも室内の高さだいたい170センチちょっとぐらい取れるんで、私はまっすぐ立っても頭当たらないです。実際これ以上タコしても風とか受けると危ないと思うんで、この高さで十分やと思いますね。それから荷台の後ろにこんだけはみ出してるんですが、このはみ出してる長さは車の全長の 10% までです。車の全長は車検証にも書いてありますけれども、この車は1994年式のホンダアクティ SDX ですが、3メートル25センチ、そうやし32センチほどはみ出しても大丈夫です。あとはこの部分ですね、これはバンクですけども、ほんまやったらこの前のバンバまで伸ばせますけどね、この前のバンバのとこまで伸ばせるんですけれども、最初は欲張らんと90センチ、それでも90センチ結構思い切って取りました。まあ軽キャンパーとしてはね、まあまあ大きなバンクではないかと思います。これ前とか削ってですね、こういうふうにフロントガラスと同じような感じで削ったら、かっこいいんですけども、そこまでやる技術も根気もなくて、まっすぐのもうほんまのまっすぐの四角にしました。寝るときはさっきの棚ですね、さっきの棚をここのこう窓の方に出してですね、これが長さ160センチ、幅が120センチのバンクベッドになります。あとは注意するのは、実際積んだときに当たらんように鳥のこの角までの高さですね、こういう角までの高さとか煽り上げた状態の荷台の幅、この煽りをですね上げたらだいぶ狭になりますよね、荷台よりも。その荷台の幅とかですね、実物のトラックを何遍も測り直して記録しとかんといけません。窓はできるだけ大きく取って、まあ、これ910って書いてあるんです、実際はもうちょっと小さくしましたけれども、横に引いて開ける形にしてます。上に長板つけて下が開くような形が簡単でええかと思ったんですけれども、半分ちょっと開いた状態で人が車の横をですね、駐車場とかそういうところを通った時にちょうど頭打ちやすい高さなんで、実際そういうこともあるようで、まあ引き戸の形にしました。まあそれでもね、これ後ろに引く形にしたんですけども、意外と簡単にできました。特に普通の雨やったら防水性も問題なかったです。それからこれはバンクの下の面ですね、これはバンクの下の前の面ですが、運転席の後ろ側の面です。窓をつけていますが、もちろん運転席からバックミラーでキャンピングシェルの中を見ることができますが、そういうことで窓をつけているわけはなくて、これはもう完全な換気目的ですね。これはね、絶対ええと思います。バンクの下なんで雨も入らへんし、留守中でも夜中でも開けといても、まあ滅多なことはないと思いますね。横の窓と併用できれば風も通ると思います。これももちろん引き戸で作ります。それからこの後ろの面ですね、これ出入り口のドアは後ろの真ん中ですね、真ん中に取っています。窓やドアは作り方の説明が結構時間かかるんで、この動画とは別に近日中に外装詳細編という動画を作って説明します。まあ、この動画はとりあえずどんなもんかということで、全体の構造や作った後の移動の仕方とか保管の仕方、そのあたりの概要を記録します。各面を作った様子ですが、基本的に全部同じなんで、特に注意するところだけピックアップして記録します。最初に作ったのは底面です。底の面ですね。まず作業台を確保しますけれども、屋外で作業したんで軽トラの荷台を使いました。荷台の煽りを全部開いて、その上に安い針葉樹のベニヤを2枚置いて、それを作業台にしました。まず枠になる3センチ角の角材を寸法通りに切ります。底面は丈夫なトラックの荷台の上に置くので、周りの枠以外全部木材使ってません。中は全部スタイロフォームをはめ込むだけです。
作業台の大きさはベニヤ板3枚が良かったんですが、2枚しか置いていないので少しはみ出しています。とりあえず全部はめ込みました。底面のベニヤ板は4ミリ厚のものを使いました。4ミリまでならなんとかカッターで切ることができます。シリコンシーラントを接着剤として塗りますが、最初はようわからんかったんで全体に薄く塗り広げています。ところがこれ結構手間かかって、広げてるうちに乾いてきたんか、なんかちゃんとくっついていないところもところどころありました。まあそこの板なんで問題ないかなと思います。ベニヤ板を置いた後、その辺にある木材やレンガ、それからブロックとかも手当たり次第に置いて重しにして、片面ずつ2日間かけて貼り合わせて、その次の日に強度を調べてみました。30センチほど荷台からはみ出させて体重をかけましたが、特にきしんだりすることもなく問題ないようです。しかしシリコンシーラントを薄く塗ったので全く接着していないところがあるようでした。次にこれは後ろの面です。室外があまりにも暑かったんで、店の定休日に、店は喫茶店なんですけれども室内で作業をしました。後ろの面にはドアがついているので枠の木材は真ん中にも入れています。室内側には 2.4 ミリの一番薄いベニヤを貼ります。シリコンシーリングは10センチくらいのメッシュ状に出して厚みを持たせたままにしておきます。ベニヤ板を圧着するとその圧力でシリコンシーリングが広がります。周りは押しピンで留めましたが、押しピンは効きませんでした。タッカーを打ち込みましたが、タッカーは完全に打ち込めなかったんで金槌で、打ち込み直しています。後ろの面の外側は営業日にやることになってしまったんで、また屋外に持ってきて作業をしています。厚さ1ミリの塩ビシートを貼ります。塩ビシートは金切りバサミで簡単に切ることができるんで、加工をするのは非常に楽です。シート側にシリコンシーラントを出しています。重しを乗せて1日固めておきます。お盆休みを利用して残りの部分は組み立てまで含めて全部店の中で作ることにします。これは前のバンクの下の部分です。枠を切ってそれらをつないで中にスタイロフォームをはめ込みます。この面には換気用の窓を開けることにします。この窓はすごい有効やと思います。窓の周りの枠を作ってスタイロフォームにはめ込みます。室内側にはベニヤ板を貼ります。固めた後、ベニヤ板の貼ってある面の裏側から窓の枠の内側の部分を切り取ります。外側の面には塩ビシートを貼ります。塩ビシートが乾いた後、室内側から窓の枠の内側の部分を切り取ります。窓のサッシの作り方については外装詳細編で詳しく説明することにします。いよいよ一番大きな面である側面を作ります。これは右側の側面です。窓枠やいろいろなところに木材が並べてありますが、これはネジ止めが必要な部分の木材です。作業台はベニヤ板3枚を床に直に置いています。枠の木材を作業台の端に合わせて固定して、スタイロフォームをはめ込みます。畳2畳半ぐらいありますね、これ全部で。窓枠を図面通りの場所にはめ込みます。後ろの方に埋め込まれている縦の棒は、キャンピングシェルをトラックの荷台に固定するための固定金具をネジ止めするために埋め込んでいます。その上のちょっとした横向きの木材は窓のサッシをネジ止めするための木です。上の方にも木を埋め込んでいます。左側の窓の横に埋め込まれている木はバンクベッドの延長の棚を固定するための木材をネジ止めするための木材です。左下に穴が開いていますが、
キャンピングシェル全体を持ち上げるためにここに単管を貫通させるので周りを丈夫にしています。その上の縦の木材は後ろと同じようにキャンピングシェル全体をトラックの荷台に固定するための金具をネジ止めするための木材です。左側の側面も同じように作り、あとはバンク部分の前の面と、そして天井もこのようないわばスタイロサンドイッチ工法で同じように作りました。これは一番底の面です。ベニヤ板を貼っていましたけれども、塩ビシートの端材がたくさん余ったので防水にもなるので塩ビシートをベニヤ板に重ねて貼りました。これで全ての面が出来上がりました。基本的には前後の面で左右の面を挟むということで、さらにそれら前後左右の面を上下の面で挟むような、そういう構造です。全部で9面あります。ドアも1面と考えれば10面です。一番重い側面も23キロぐらいなんで、一応全部1人で持てる重さですが、組み立ては2人でやれば作業効率が非常に良くなります。一番下からネジを打つので収穫かごを台にして、その上に底の面を置きます。画面奥がキャンピングシェルの前の方に当たりますが、まず前の面を底の面の上に置きます。前の面の塩ビシートは底の面の切り口を隠すようにしてはみ出して貼ってあります。水準器で垂直を合わせて持ってもらいます。下から木ネジを打って前の面を止めます。右前を止めました。次に左の前を止めましたが、この程度にしておいて細かな修正ができるようにするためにあまりガチガチには固めません。左前に直角を保持するようにベニヤ板の端材を仮止めします。次に右側面を底面の上に置きます。窓から担げば一人で持てます。細かな位置合わせをもう一人にやってもらいます。側面の場合、外側の塩ビシートは全方向にはみ出して貼り付けてあります。前の方を底からネジ止めします。前の面の上の方と側面をネジ止めすれば自立します。おっしゃ。右後ろを底からネジ止めします。ほとんど誤差なく3面が接合できています。基本的にカッターナイフで加工しているので各面の大きさは誤差が少ないです。私の場合ですが、ノコギリで切るとどうしてもあさり幅の関係からか、これだけの大きさになると5ミリ以上の誤差が出てきて、結局最後は図面とか関係なくなってきて原寸合わせになってですね、もうなんかぐちゃぐちゃになってしまうんですけれども、今回は最後まで図面通りの寸法でいけそうです。バンクベッドの底の面を取り付けます。前の面の上でなおかつ側面の下にはめ込みます。これを後回しにするとはまらなくなる可能性があるので、まだガチガチになっていない段階ではめ込みます。うまくはまりました。バンクの下から側面にネジ止めします。バンクの上からは前面にネジ止めします。左側の側面を乗せます。要所要所ネジ止めしていきます。ここまでくれば部屋らしくなってきました。後ろの面を乗せます。気持ちよくぴったり収まりました。それで計算通り。バンクの前の面をはめます。これもうまくはまりました。最後に天井を乗せます。壁からはみ出しているようにシートの内側にはめ込みます。どこも大した隙間もなく設計通りにきれいにはまりました。この規模のものだとここまで誤差なく作れた経験がないというか、いつでも失敗していましたんで自分でもびっくりしました。あとはひたすらネジを打っていってガチガチに固めていきます。
塩ビシートを保護している紙を剥がしていきます。外側全体を見てみます。塩ビシートと塩ビシートの隙間は4ミリほど空けてあります。この部分は変性シリコンでコーキングしました。外側の面と面が交わる接合部分にはモールを貼り付けてさらにコーキングしました。コーキングやモールの作り方、貼り方などは外装詳細編に記録して近日中にアップします。内部から見ても問題なくうまく接合されています。前の下の方にボアビットで左右とも50ミリの穴を開けます。キャンピングシェルをトラックの荷台に乗せるときに全体を持ち上げるときにここに単管を貫通させます。そしてその横向きの単管にですね、ジャッキベースをつけた縦向きの単管を直行クランプで接続して足にして持ち上げようという計画です。ドアや窓もできました。鍵もかかるようにしました。これらの作り方も外装詳細編で詳しくレポートします。とりあえず今回はキャンピングシェル全体の作り方の概要をお伝えします。ともかく一応雨露をしのげるようなキャンピングシェルの形ができました。実はちょうどお盆休みが終わりますので、店からこれを運び出さないといけません。これが大変なんですが、ともかく最後にそれを見てもらいます。収穫かごの台に乗せた状態でですね、観音開きの扉から出せるところまで押し出していきます。浮いた。外から撮影します。後ろのカゴを前に持ってきたらさらに出していきます。できるだけ出します。せーの。軽トラに積み込んで移動しようと思います。軽トラを持ってきて煽りを下ろします。滑りやすいようにプラダンの養生用シートを敷きます。キャンピングシェルの前の下のところに単管を貫通させます。できるだけキャンピングシェルを前に出して、その貫通させた横の単管に直行クランプで縦の単管を固定して、その縦の単管の下、ジャッキベースにしてですね、これで少し上げてトラックの荷台の高さより少し上まで上げれば、トラックをちょっとバックさせてキャンピングシェルの下にトラックの荷台を滑り込ませようと、こういう作戦ですね。でジャッキベースを少しずつ上げていきます。かなり持ち上がってきました。もう少しです。ところがここでジャッキベースが後ろに倒れてしまいました。下にカゴがあったので大して落下しなかったので事なきを得ましたけれども、何もなかったら大きく落下していたので非常に危険です。まあ、かなりショックですねこれは。でこのように横の単管に直行クランプで縦の単管を固定した場合、左右方向は直行クランプで固定されているんで、まあかなり強い力がかからない限りですね、直行クランプの溶接が剥がれてしまわない限り倒れないと思いますけれども、前後方向はほとんどフリーの状態なので、ジャッキベース程度の足の裏というか、まあ、底板の大きさだったら前後方向には簡単に倒れると思います。これちょっと考えてみたら分かることでしたね。早の気持ちに任せてアホなことしてしまいました。もっと大きく落下していたらやばかったです。この場合被害もなくこういう形で気づくことができて、逆に良かったんちゃうかなと考えることにします。これがたまたま無事に詰めても、トラックの荷台から下ろすときは60センチほど高さあるんで、その時倒れたらもう目も当てられません。怪我するかもしれませんし、キャンピングシェルはかなり損傷すると思います。
もうこうなったら力ずくで荷台に上げるしかないと思います。縦の単管とジャッキベースを外して横の単管を手で持って荷台に上げます。上がるでしょうかということなんですけれども、なんか結構あっさり上がりました。前だけやったら2人で持ち上げることができます。3人いたら1人後ろ持って前2人でキャンピングシェル全体をおみこしみたいに持ち上げることができると思います。あとは少しずつ前に滑らせていきます。ここちょっと持ち上げる、せーの、せーの、せーの、こうちゃんと入れてる、せーの。大丈夫、せーの、せーの、積み込むことができました。鳥居とか運転席の屋根とのクリアランスも予定通りで問題ありません。単管を抜いて煽りを上げます。実際に使うときは固定金具をキャンピングシェルに4箇所つけてロープで煽りに固定しようと思います。もちろん後ろの煽りも取り外すつもりです。外観としてはこれで完成した状態です。窓から顔を出して嬉しがってます。まあ、この場所は邪魔になるんで奥の方に移動します。積んだ状態での縦横のバランス、これ正面からしげしげと眺めてみるとですね、高さが幅の倍ほどあるんで簡単にこけそうですね。これカーブとか横風とか横方向の斜面、路面の凹凸、そういうもんはもう絶対気をつけて注意する必要があると思います。高速道路は無理っぽいですね。これ今後走行テストで確認したいと思います。今度は荷台から下ろしますが、ジャッキベースが前後方向に倒れないように足の裏を大きくします。右側はこういう状態、後ろはフロアジャッキ1台で上げようと思います。左側はこういう状態で前後に倒れにくくなっています。今日はとりあえず間に合わせでやっていますが、もうちょっとちゃんと考えないといけないと思います。少なくとも後ろもジャッキベースにします。3箇所のジャッキを少しずつ上げて荷台から浮かせます。完全に浮いたらトラックを出します。引きずらないように隙間があることを確認して慎重に移動します。下に台となる収穫かごを置いて3箇所のジャッキを均等に少しずつ下げます。早送りで見てみます。これだけ高さに差があると途中で直行クランプの位置を変えないといけません。これを上げて、最後ですけど後ろは手で持ち上げてジャッキの上の板をのけました。ちょっと下げるよ、しんどいし、はい、OK。 外に置いてからすぐに雨が降りました。
かなり強い土砂降りの雨が相当長時間降って、写真しかないんですが、右前の方を中心に相当雨漏りがありました。これらの雨漏りは天井のモール周りのコーキングを増強することで解決しました。そのやり方は外装詳細編で詳しく説明します。窓やドアからも漏れるかもしれんと思ってましたが、意外と大丈夫でした。台風みたいな吹きぶりやったらまた別ですけど、普通の雨やったら結構土砂降りが続いても問題なさそうです。いかがでしたでしょうか。スタイロサンドイッチ工法、市販の建材でもスタイロボードとかスタイロウォール、そういうものがあるんですけれども、さすがにホームセンターでは売ってなかったんで、自分でシリコンシーリングで貼り合わせて作ったというわけです。自作でもですね、木工用ボンドで、貼り合わせて作って貼る人いはったと思うんですが、ちょっとね、木工用ボンド、それはええと思うんですけれども、乾きにくいようですね。まだ箱を作っただけで、走行テストも内装もまだ何もしてませんし、セオリーも完全無視でですね、このでっかいバンクの中にも針はね、普通入れるもんでしょうけど、そんなんも何も入ってっち、いわば完全な冒険なんで、実用性については全く未知数で、とんでもない失敗作になる可能性もあるんですが、一応楽観的かもしれません。かなり手応えを感じてますね。というか、かなり期待してます。メリットとしては4つぐらいあります。1つ目はですね、この持ち上がる、軽い、外装だけで10キロ、140キロはないですわ、大人3人でね、前2人後ろ1人で持てるぐらいの重さだと思いますね。ギリギリ持てるぐらいだと思います。それから2つ目は加工が簡単で誤差が少ない、基本的に工具はカッターナイフとこの金切りバサミ、塩ビシートを切るときにハサミで切りますけれども、これぐらいでですね、あと枠の木を、こういう木を切るのにノコギリ使いますけれども、それは別に丸ノコとか使わんでも手で引いてもやれんことはない。必要な電動工具は多分ね、インパクトドライバー、電動ドライバーだけでいい感じですね。それからあと、もちろんスタイロフォームなんで、これは断熱性には優れてますんで、今日みたいに暑い暑い日でも室内別に気温とそんな変わらないです。あと4つ目なんですけど、最後に組み立てが簡単やと。これ壁を全部合わせて組み立ててるんですけれども、その時に半日ですね、午前中3時間ぐらいで、2、3時間でできたと思いますね。もちろん面を作るのは結構時間かかりましたけれども、それを最後に組み立てるのはものすごく簡単です。それでね、あとはもう強度さえあれば十分実用になると思いますね。ガタガタ道走ってバラバラにならへんかとか、それから風の強い風を受けて胃がんで来いひんかとか、実際ある程度の距離走ってみるとわからん要素がありますんで、できるだけ早いうちに10日以内に走行テストしたいと思います。その内容も走行テスト編という動画でレポートします。それから今回は外装の概要だけお知らせしましたが、窓とかですね、こういう窓とか、あと後ろドアの作り方ですね、それからモールっていうのはこの面の端っこのこのかぶせる部分ですね、これの作り方とか張り方、それから外出してからですね、何遍も土砂降りの雨の洗礼を受けましたけれども、雨漏りがどうやったかとか、その対策の仕方、そしてこれ一体いくらかかったのかと、10万円はちょっと超えたと思いますけれども、何がいくらでどんなぐらいかかったのか、そういう明細とかも合わせてレポートしたいと思います。そういうこと外装詳細編でレポートしますので、またよろしかったらご覧いただきますようにお願いします。あと内装はまだ全然やってないんで、ぼちぼちやっていきます。そういうわけで、ここしばらくは軽トラキャンピングカーの制作続きますんで、シリーズでやっていこうと思います。どういう顛末になるのか今のところわからんのですが、希望的観測ですけど、ワクワクするような気持ちがずっと続くような冒険になってくれるんじゃないかと、私は期待しております。よろしかったらご
これからもお付き合いお願いいたします。今日も最後までお付き合いありがとうございました。コメントいただけましたら嬉しいです。それでは失礼いたします。